一見ただのテレビを録画した VHS テープ。しかし実は極秘入手した裏ビデオ。ラベルを偽装しただけでは再生されたらバレてしまう。だが中のリールを裏返してしまえばノイズしか再生されない。しかも冒頭部に普通の番組を録画しておけばまずバレることはない。ティッシュ OK、 リモコン OK、 ヘッドホン OK、 行きそうになった時、男が映ってた時の緊急避難用エロ画像 OK、 いざレッツプレイ。おお、あれ早送り聞かねえ。早くクライマックスに行け。初恋は小学校の時の直江大和くんです。実はまだです。初めては大和のために撮っておきたくて、というか大和以外ありえないし。なんだこのケーブルは。はい、男優さん到着だよ。遅いよ、ヤマト、遅刻だよ。時間押してるよ、急いで急いで。それじゃあ前儀は省略して本番撮るね。じゃあカメラ回すよ。3、2、1、アクション。バーン。またダメだったね、ミヤコ。これは何のつもりだ。産地直送、生産者保証付きの新鮮な自家製 AV を届けようと思って。これが本当の AV ケーブルになっちゃって。ヤマトにこんなテクニックがあったとは。新たな発見、癖になりそうだね。走ってたどり着く。次のニュースです。総理は青少年の健全な育成を妨げる有害な図書及び、つくづく日本は戦争に負けたんだと思うぜ。今日の金曜集会の議題だが、来週は待ちに待った例の祭りだ。そこで俺たち風間ファミリーも祭りに参加しようと思う。マジで？そいつは面白そうじゃねえか。で、何をやるんだ？もちろんみこしを担ぐ。それはちょっと恥ずかしいけど。いやー、パスパスパス、無理、絶対に無理。何を言ってるんだワンコ。ここは県民としては意欲的に参加すべきだろ。そんなこと言っても私あんなの担げないわよ。ワンコはウブだね。そのうちあのたくましいおみこしが好きで好きでたまらなくなるんだよ。ならないわよ。日本の祭りとみこしか。大和丸夢日記で見て以来、ぜひ一度生で見てみたいと思っていたが、自分でみこしを担ぐことができるというなら願ってもないことだ。賛成するぞ。マエッチは？私ですか。おみこしというと普通は男性が担ぐものでは。じゃあオラが代わりに担ぐぜ。ヤマト、お前は？もちろん賛成だ。じゃあ決まりだな。私その日仮病で休む。先に仮病って言ったら休めないんじゃない？なんで？そうと決まれば俺たちのみこしを作るぜ。まずは資材を調達だな。家が建築やってるやつに端材を分けてもらおう。
兄弟が美大出て造形会社に入ったやつにノウハウを聞いて、船の修理やってるやつにグラスファイバーの材料を分けてもらえば安く上がるはずだ。ベースに出入りしている塗装業者がいたな。ペンキはそいつに頼もう。さすがヤマト、顔が広いな。ま、人脈も力のうちだからな。設計は僕がやるよ。よし、力仕事は俺様に任せとけ。みんな、今年はでかいの一発ぶち上げるぞ。ああ、本当に賛成してる。これはなんだヤマト。これはもしかしていわゆる世に言うあれではないでしょうか、あれではないでしょうか。大事なことだが2回はなくても一目瞭然だよ。これは自分が知っている神輿ではないぞ。まあ神輿といっても祭りによっていろいろあるからな。金丸祭り、神奈川県は川崎市、金山彦の神、金山姫の神を祭りし、金山神社にて催される世界的に有名な祭りである。金丸様と呼ばれるご神体は金属製の弾痕で鉱山や火事の神であると同時に聖の神でもあり、製鉄金属工業から子授け、聖廟を開運、近年はエイズよけの祭りとしても国際的に知られている。やっぱ男としてはこれくらいのが欲しいよな。やべえよマイチ、馬並みとかいうレベルじゃねえよ。騙されないぞ。礼節を重んじる日本にこのような祭りがあるわけだと。日本はもともと裸にはおおらかだって言っただろ。ところでこれ形は誰のがモデル？一応俺んだけど。終わったらもらっていい？てかもう私の決めた。そうか、これがヤマト。いや、そこまではでかくないかと。誰のをモデルにするか結構揉めたんだよな。じゃんけんで決めたんだが、危うくモロがモデルになるところだったぜ。そんなの誰だっていいじゃない。でもモロがだったら皮かぶるんだぜ。うわー、それは言わないって約束でしょ。そんなに悲観すんな。俺様がいい医者紹介してやっからよ。いいよ、だいたい皮かぶってるといけないっていうのは整形外科が流行らせた迷信なんだからね。何？それってお菓子屋が流行らせたバレンタインのチョコみたいなもんか。女の子の夢と余って皮を一緒にすんな。さあこいつを担いで街中を練り歩くぜ。どうしても私も担がなきゃダメ？よし、ワンコは特別に下で俺たちと家族か、ご神体と一緒に神輿の上に乗るか選ばせてやる。世界中から取材が来てるから、上に乗るとワンコとご神体のツーショットがワールドワイドに見てもらえるぞ。いやー、やめてなんか夢のような光景。これが全て二次元の萌えキャラだったらどんなに神々しい光景であろう。ユキ、少し人目をはばかった方がよくねえか。どうして？ジュンも食べる？いや、遠慮する。若からも言ってやってくれよ。へえ、女性型もあったんですね。バカ！何ですか？ママ、これ美味しい？美味しいですよ。交換しますか？うん。バカ、よくそんなもの食えるな。僕はどっちも好きですから。まったく理解できないぜ。バッキン！みこしを担ぐ面掛け行列は1時からだ。それまでにみんな腹ごしらえしとけ。おう、祭りはこれが楽しみだぜ。僕、ペチャーパイがいいな。へえ、モロは貧乳好きなのか。ニラまんじゅうのことだよ。金丸祭りといったらこれを食べなきゃ始まらないな。さあ、みんな食べろ。私がおごってやるぞ。これは大変なことになってしまいました。裏若き少女が昼間っから持って歩くしろもんじゃねえよ。これはキノコ、これはキノコ、これはキノコ、これはキノコ。これは良いのか、これは良いのか、ヤマト。そうだ、クリスの好物を一緒に持てば少しでも気が紛れるんじゃないか。なるほど、その手があったか。よりリアルになったね。前衛芸術っぽいね。からかったらヤマト、からかったらヤマト。もう限界よ。情けないぞアンコ、授かり飴も舐められないようでは人としての幸せも授かれないぞ。な、そうだろヤマト。ああ、そうだな。
古来男性は祭りの日、授かり飴の扱い方で女性の魅力を測っていた。授かり飴を上手に食べる女性こそが魅力的な女性だというのは現代でも何ら変わることはない。これを食べるのか。女性として魅力的な。チャンスだな、ユチ。ここで頑張って出し抜けば一歩リードだぜ。これはキノコ、これはキノコ、これはキノコ。父様、ごめんなさい。よし、ここは私が正しい授かり飴の食べ方を教えてやろう。まず、左手で柄をしっかり握る。最初は軽く、先端に唇でキスをする。お？いきなり口に入れるのは素人だ。まずは先のところを舌先で舐める。そのまま下に下がり、くびれたところを舐める。次に下から上に向けてゆっくりと舐め上げ、先端の膨らみ全体を舌で回すように舐める。ここで初めて口に含む。歯が当たらないように。口の奥まで入れる。そっとだ。喉をつかないよう気をつけろ。舌でこするように頭を前後させる。手で動かすな。頭を振るんだ。ゆっくりと奥まで長さを全部使って。スピードアップだ。同時に右手を使って根元をこすれ。そうだ、いいぞ。盛り上がってきたぞ。そうだ、思いっきり行け。そして最後に思いっきり感じる。割と美味しいね、これ。うん、これはこれで味わい深いな。折ると普通のキャンディーになってしまいますね。ほほう、大量大量。今年はたくさんかかったな。それでヤマト、誰が一番上手だった？あれ、ヤマトは？さっき電話があって寮に帰ったぜ。ヤドーン！カリーン！どこだ？ごめんヤマト、餌をあげようとしたら失敗したって。帰ってきておくれ！せっかく頑張ったのに、ヤマトが私のテコを見てないなんて。とんだ周知プレイだったわ。ねえ、みんな。あ、チカリン。うちもお店出してるの。売り上げに協力してよ。なんだこりゃ、小学生バージョンか。いいじゃない、可愛くて。でもあんまり売れてないみたいだよ。もっと男らしくブラックビッグじゃねえと売れねえんじゃねえか。私がこねた手作りなのはいけないのかな。今まですまなかった。はあ、これも買ってください。私がコネコネしたお手製ですよ。全部ください。お願いします。それじゃあ、あたいの手作り飴をサービスしてあげるわ。それはノーセンキュー。ほほう、それはまたみすぼらしい授かり飴じゃの。これではご利益どころかたたりがありそうじゃ。なんですって？おめえだって食ってるじゃねえかよ。これは徳島産高級和三盆でこしらえた別香飴に、早朝限定で搾乳した厳選ミルクをたっぷりかけた牛川家特製の授かり飴じゃ。そのような駄菓子とは魂のステージが違うわ。そんな、一つ一つ心を込めて丹念に作ったんですよ。心を込める、粗末ゆえの最後の砦じゃの。ひどい、よく負けすぎつ。その生意気な女、今俺の脳内でスパンキングしながらヒヒーはしてやった。それで機嫌直せ。あんた最低。叩き打った恩人になんて戦だ。このようなもので一喜一憂するとは、男とはまっこと愚かな生き物じゃの。何？これが良いのか、良いのか、これが欲情するのか。ほれほれれよれよ。く、悔しい。でも感じちゃう。愚かよな。所詮山猿は山猿。愚かな所業は一朝一夕には山猿は。
こなたうまいこと言うたかのう。よくも男の順序を踏みにじりやがったら。やろうというのか。チカちゃんの飴をバカにしたのは許せません。許しがたいな。俺も気に食わないぜ。お、人暴れするのか。決闘よ、勝負しなさい。よかろう、祭りの良い余興じゃ。受けて立とう。川上学園の校則により決闘を認める。今日は祭りにて、種目も祭りに準じる。この勝負、喧嘩みこしにて決着つけるべし。喧嘩みこし？みこしなら任せとけ。この日のために用意したカナラファミリーのみこしがあるぜ。さあ、どうするの。みこしがないとあなたの不先輩よ。その心配はない。喧嘩みこしといえば男の勝負ならば、男の中の男、この久喜秀夫が出ぬわけにいくまい。こんなこともあろうこと、密かに作らせておいた我のみこし、今ここに披露して神髄を。もちろんモデルは我自身である。でけえ、行け武器従者部隊。はい、秀夫様。女が担いでるじゃねえか。男の勝負じゃねえのか。男の中の男は細かいことは気にせぬものなのだ。こっちも行くぜ。ワンコ誘導だ。了解、行け。わかった、すぐ行く。俺が行くまで負けるな。くそ、なんてこった。っっっ何すんだよ。こいつはすまねえ、先立って突っ込んでくるから人なんかと思っちまった。なんで俺がおっさんなんか狙うんだよ。いや悪かったな、後で詫びを届けよう。名前は？名乗るほどのものじゃない、通りすがりの非実在青少年だ。俺の当て身を食らって平気とは武道の心得はあるようだな。逃げるの専門だよ、俺は武力じゃなく知力で戦うタイプだ。川上の生徒か。その跳ねっ返りっぷりから言うと S か F ってところか。ご名答、2年 F 組、直江大和だ。直江？おめえもしかしてあいつの息子か。父さんを知ってるのか。ああ、懐かしい名前を聞いたな。おやさんは元気か。まあね、今は外国だけどね。頼もしいな、ああいうできる男は日本の誇りだ。いや、どうした。父さんは日本を捨てたんだよ。捨てた？この国に住む価値はないってさ。おお、この国は腐り切った政治家が食い物にした腐り切った国なんだってさ。国と癒着してる大企業もやりたい放題、何も知らない庶民はバカを見るばかり。父さんが見限ったのもよくわかるよ。そうか、残念だな。あいつも負け犬になりたかったか。直江も申し立った根性あるかと思っていたが、尻尾巻いて逃げしまうと情けねえ。逃げたんじゃない、父さんはこの国を捨てたんだ。同じことだろう。違う、振られる前に自分から振った方が傷つかねえってのと同じだ。めめしい野郎の理屈だな。謝れ。何をだ。父さんをバカにしたことを謝れ。事実を言ったまでだ。何、分かっちゃねえな。あいつがバカにしたのはよ、直江大和、お前自身だぜ。お前大事な人はいるか。それがどうした。それじゃあ大事な人にとっての大事な人はお前にとって大事か。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。大事な人が集まって家族、家族が集まって町、町が集まって集まって、そんで国だ。国ってのはそんな大事な人の集まりだ。お前の親父はよ、その大事な人を捨てたんだよ。違う、親父が捨てたのは腐った連中だ。その腐った連中を選んだのも国民だ。おめえ選挙権は。選びたい奴なんかいねえよ、どいつもこいつもクソだ。それでも選ばなきゃなんねえんだよ。あんた、カレー味のうんことうんこ味のカレー、どっちか選べるか。ここはそんな国だ。よかったじゃねえか、世界には本物のクソしか選べねえ国だってあるんだ。
それに生きてる限りは強制的に食わされる。そん時は泣き言は言えねえぜ。なら、そんな国、俺が変えてやる。一つ教えといてよ。人が望むのはいい国に変えてくれることだ。誰が変えるかじゃねえ。そこんとこわかんねえ奴が多いんだよな。行け、どんどん押せ。ひるむでない、勝利は我にあり。あ、ヤマト遅えぞ。ヤマト、どこ行ってた。ヤマト、ヤマト早く来て。あと一息だよヤマト。ヤマト力を貸せ。ヤマトさん頑張りましょう。一緒に戦おうぜ。さあ来い弟よ。ああ、ラスト一撃だ。これで倒すぜ。へし折ってやるがよい。うわっ、御神大道。くそ、まだだ。こうなったら俺が御神大だ。ならば我も御神体となろう。なんだありゃ。クキの御神体は化け物が。あいつ、あんなもの持ってやがったのか。我をあがめよ。参りました。報告が遅れて申し訳ありません。なるほど、それは問題じゃの。なぜ縦割りなもんでてっぺんにいないと目が届きませんで。それで現状は。捜索隊を出しております。必ず足取りをつかみます。そしてだんだん眉内と友達になりたくて。